はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日こちらのねエリシオンになります。でこちらの車はねお客さんから頼まれて引っ張ってきた車になりますね。ちょっと前の動画でですねハリアーかな、現行のハリアーの多分エアコンをしたと思います。でそのハリアーの方がねスイフトスポーツが欲しいと、もしかしたら何かで言ってるかもしれないですけどっていう話をして、でそのスイスポとだからハリアーを売ってスイスポを買うってことなんで、どうしても家族のね車がいるってことなんでミニバンが欲しいと。でエリションがなんか好きなのかな、なんかそういった感じで、まあ、珍しい車ではありますね。で実際ね、まあ、ちょっと乗ってみたりとか中見たりしたら、あ意外にいい車じゃないかっていう感じでね気づきましたけどね。でこちらねお客さんの要望でできるだけ年式が新しくて距離が少ないのっていうところで、年式が21年ぐらいだったかな、多分もう最後の方と思います。で距離が5万キロいってないというところで、まあ、なかなかね玉数としては個体の少ないね玉になるんじゃないのかなと思います。でまあ、こちらの方の、まあ、納車準備をしていくっていうところの動画ですね。だから各メンテナンスをして、だからまあ予算もねそれなりにもらってるんで、まあ、フルスペックな感じでメンテナンスをしてっていう感じでねやっていきます。それではね皆さん動画のご視聴の方お願いします。それではね車の方を見ていきましょう。こちらのね左っていうか、まあ、運転席下ですね、擦り傷があります。そしてこちらですね助手席側は、まあ、こういった感じでね押してるようなへこみとかがあるんですよね。であとね後ろのリアゲート、ここですねこんな感じで、ここはね出品表に書いてなかったんですよね。めっちゃ厳しい出品会場だったんですけど、なんで書いてないのかっていう感じですけどね。まあそういった感じです。わりかしねまあ綺麗な方ではないかなと思いますね。ただボディがちょっと線傷が多いかなという感じです。で一応こちら補修して、擦り傷とこのへこみの部分ですね、こちらの方を補修してます。でまあこういった感じですね。であと後ろのリアゲート角部分ですね、こちらの方も補修の方ねしてますので、まあ、こういった感じで直っているというところです。でじゃあ今から作業の方やっていきます。でまずね下回りの塗装ですね、まあ、こちらの方も、まあ、これから長く乗るのかなと思いますので、まあ、しっかりとメンテナンスをねしていきます。でまあこうすることでやっぱりね少しずつサビが出てきたりとかするんでね、まあ、そういった進行を遅らせるとか、まあ、こちらの方だと、まあ、冬場にね、やっぱり塩撒いたりするんで、まあ、そういったのもあるんでね、まあ、こうしておく方が何もしてないよりはいいんじゃないのかなというところはね、あります。で、こちらの方をね、塗っていきます。まあ、簡易的なね、まあ、塗装ですけど、まあ、それでもね、まあ、効果がね、ないことはないっていうところ。ただね、まあね、石が当たるとことかもすぐ剥げるし、まあ、そういうね、ぐらいでね、やってるっていう感じですね。まあ、よくね、質問とかで、ね、なんか下を例えば掃除をしないんですかとか、ね、なんか上は養生しないんですかとかっていう感じなんですけど、まあ塗料水性なんで空気中でね、すぐ乾燥しちゃうんで、屋根とかはもうちょっと、ね、洗ったら取れるみたいな。まあ寒さんとこ最後磨いてるんであんま関係ないんですけどね。で、あとね、下回りの方に関して言っても、まあもうあくまでももう簡易的なものなんでね、いちいちその掃除をする、もう泥だらけだったらね、さすがに掃除するかもしれないですけどね。で、バッテリーの方ですね。こちらの方がね、まあ、1年前に変えてたんで、もったいないといえばもったいないんですけど、まあ、変えます。まあ、だからそのバッテリーは取っておいて、まあ、サムさんのところでなんか使えることがあればね、まあ、使おうかな、みたいな感じですね。で、3年保証のね、いいタイプのバッテリーの方を装着するんで、まあ、おそらくね、4、5年は使えるんじゃないかなと思いますね。で、次はね、オイル交換からのスラッチナイザーですね。こちらの方をね、やっていきます。で、まあ、こちらですけど、エンジンの中のね、まあ、汚れですね。まあ、そちらのを取ると。で、まあ、専用の機械を使って、普通だったらフラッシングといえば、ね、エンジンをかけっぱなしにして、フラッシングオイルを入れて回すっていう感じなんですけど、エンジンを停止した状態でね、まあ、エアーチャックが繋がってるんで、まあ、アイドリングの 1.5 倍ぐらいの力でね、流し込んでいく。そして、入れて、溜めて、吸って、入れながら吸ったりとか、まあ、いろんなパターンをやってます。で、終わったらね、添加剤ですね、そちらの方を入れていきます。添加剤でね、さらにこのスラッチナイザーで取りきれない分に関しては、まあ、添加剤を入れると。さらにね、金属摩耗を抑えるっていうのも入ってるんで、まあね、エンジンの中のこう、擦れ合う部分っていうんですかね、ピストンとかシリンダーとか、まあ、そういったところにやっぱ優しいですよねっていうところね。だからこのね、添加剤入れておくっていう感じです。まあだから、サーキット走る系の車とかでも入れるのと結構いいんじゃないかなと思いますね。例えば夏場とかで、油がシャバくなるとか、まあね、油圧が下がるとか、そういう時にはいいかもしれないです。で、ワイパーゴムですね、こちらの方も前後ともに交換の方をね、していきます。で、やっとね、この動画をまあ上げられました。これもね、ちょっとしばらくまあ上げれなくて、もう多分最初の説明のね、出てきた車の動画の方がもうだいぶ前に上がってる感じじゃないかなって思うんで、もうちょっと前じゃないじゃないかみたいなね、感じになってるんじゃないかなと思います。で、後ろのワイパーゴムですね、こちらの方も変えていきます。で、今度ね、
まあ、この動画がもう上がっている時にはもうあの終わってると思うんですけど、今度あのこちらのオーナーさんとこの前の Z ですね、まあ、そちらのオーナーさんを連れて、まあ、納車祝いですね、まあ、サム恒例納車祝いみたいな、まあ、そういったのをするみたいな感じですね。まあですんでね、あのまあ近場の人が買っていただけた場合はまあそういった感じで、まあ、遠くの人だとねどうしてもそういうのはできないんで、まああとはねお中元かお歳暮をまあ一回送るみたいな感じでねやってます。でこちらでローターの方ですね、こちらの方もね研磨していきますね。だからね今年のまあ夏のねお中元ですかね、あれもうお中元代だけで2、30万ぐらい飛びましたんで、たまったもんじゃないっていう言い方をすると悪いですね。まあ、買ってくれたりとか、まあいろいろお世話になった方とかね。まあそういった感じなんですけど、まあ今回はお中元は多分過去一ね、なんかお金かかったかなって感じでしたね。で、ローターの方もね、やっぱりちょっと歪みがあったりします。特に後ろなんかはね、薄いんで、ね、なんかまあ歪みが出たり、まあ、そういうこともあるかなっていうところですね。あと音が鳴るんで、まあパッと当てて音消しとかね、してます。で、こういった感じですね。まあ、綺麗になってますね。で、まあ、あとね、やっぱりこう、毎回言ってますけど、こう、購入した方がね、購入後のランニングコストですね、そちらの方がかからないようにするっていうのをコンセプトにね、あの、制作してますので、ほんとね、あとエンジンオイルだけをひたすら変えていくみたいな、まあ、そんな感じでいいんじゃないかなと思ってます。で、ブレーキ液ですね、こちらの方も交換します。結構なんか黄色い感じでしたね。なんで、この辺はまあ2年に1回ぐらいで変えていただければいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、どうしてもね、水分を含むっていう部分がありますので、で、交換後はね、このような形になってます。で、次ですね。次はね、ヘッドライトとフォグランプですね。こちらの方を LED に交換していきますね。このまあ LED に交換することでね、まあ視認性も良くなるっていうのもあるし、まあこちらのお客さんは特にあの予算もいっぱいいただけてたんで、この辺のね、ライト関係はもうサービスでね、あのお付けします。ですんでね、フォグと、あとね、純正のヘッドライトが HID なんですけど、HID をこの LED に変えるっていうね、まあ、だからつくときが最初から明るいっていうところもあるし、なんかまあ今回初めてつけたんですけど、なんかつけた方々が言うのはね、このスフィアの LED なんですけど、結構眩しいぐらい明るいらしいです。まあ、実際サムさんはね、その使ってないんでわかんないんですけど、つけた人の感想とかはね、そんな感じらしいですね。で、こちらのね、LLC ですね、抜いていって、ドレーンコックですね、こちらの方はオーリングも変えて、そして水回りメンテナンス、ウォーターポンプ、サーモスタットですね、そちらの方を交換していきます。で、まあ、作業は、まあ、しにくいといえばしにくいと。あと、クランクが邪魔なんで、もうクランク外した方が楽ですね。で、イメージ的になんか、ホンダ車ってなんか、クランクが硬いようなイメージがあるんですけどね、どうでしょうかね。まあ、1J とかね、RB とかね、まあ、あの辺とかの方がまだクランク硬いとは思いますけど、まあ、そういった感じですね。で、どんどんね、あの、ボルトナット、ね、そちらの方を外していって、もう、作業が狭い、ね、場所が狭いっていうだけですね。で、全部外したらちょっと叩いて、水が出てきて、ね、ちょっと浮かせるとドバッと出てくるみたいな。これでね、水を出してしまって、一応ね、だからまあ、あの、ラジエーターの方は抜いてるんですけど、エンジン側にもまだ残ってる分があるんで。で、外したらこんな感じですね。接合部分はまあ、割かし綺麗じゃないかなと。で、あの、このね、ゴムのね、パッキンですね、ガスケットが結構ペラッ、ペラって剥がれたりするタイプですね、この薄いやつは。まあ、ですんで、まあ、シリコングリス等を塗って、でね、ちょっとあのペラペラならないようにしてやるといいですね。で、サーモスタットこちらの方も交換していきます。ちょっと場所がね奥まったところにありますけど、まあ、まだね作業制はしやすい方かなーっていうところぐらいですかね。まあ、とりあえずね、あのボルね、ナットはずボルト外してね、そしてこういう感じです。もう土台とサーモが一体型みたいなね、そういった感じですね。で、こちらの方をね、取り付けの方をしていって、まあ、またね、あちらもシリコングリスを塗っておくと、まあ、組み付け時にね、あの、ガスケットがねじれたりとか、そういったのもないです。で、一応 LLC 入れて、加圧テストして、サーモスタットとウォーターポンプですね、漏れがないかという確認。で、これが問題なければ、OK ですね。で、矢抜きして、ラジエーターキャップ交換してっていう感じで、まあ、これでね、水回りメンテ OK です。そして次はエアーエレメントですね、こちらの方をね、変えていきます。まあ、エアエレメントもね、やっぱり、納品前に変えた方がいいですね。この前の Z みたいに、腐ったエレメントがついておくと、ちょっと後が大変なことになるんでっていうのもあるんで、まあ、しっかりとね、変えておくと。まあ、見た感じ悪くないですね。まあ、社外品なんかにね、変えておくと、やっぱりそういうことが起こるのかなっていうところですよね。社外品でもね、メッシュみたいなやつなのか、ね、こういった感じのね、まあ、なんていうんですかね、まあ、こういう記事みたいなの、なんと言っていいか分かんないみたいなね、感じですけど、まあ、ステンメッシュなんかだと永久に使えるんですけど、なんかゴミをね、なんかいっぱい吸いそうなんで、まあね、いろんなタイプがね、ありますよね。
で、エアエレメント交換して、今度ね、こちらですね、プラグの交換ですね。まあ、しにくくはないけど、まあ、って感じですね。ホンダってね、なんか、まあ、この辺はいいんですけど、これより前の車とかで、例えば軽自動車なのに、プラグが8個ついてるとかね、よくわかんないやつたまにありますからね。で、こういった感じですね。外したプラグ。まあ、見た目じゃもうわかんないです。で、こちらですね、を装着していくっていう形ですね。で、長寿命をつけますので、まあ、10万キロはね、もう買えなくていいんで、もう多分、ね、車を乗ってる間、その距離を行くことはもうないんじゃないかなと思いますけどね。で、次ですね、ATF ですね、こちらの方を交換していきますね。まずはね、フルードのサンプルですね、こちらの方を回収して、で、オイルパンは開かないんで、もうこれはね、普通に圧送交換もどんどんやっていくと。で、まあ、CVT かと思ったら AT っていうね、まあ、鉄粉はそれなりについてます。ですんで、まあ、よくある無限鉄粉っていうのは、やっぱりCVT で起きやすいんで、まあ、それ考えたらまだね、マシな方じゃないのかなと思います。で、専用のジグも必要ないんで、もうここからね、取り出すみたいなイメージですね。で、これでね、作業の方をやっていきます。まあ、車がね、古くなってくると、またさっきのホースとかも、まあ、交換したりとか、まあ、距離がね、飛んでて古い車は特にやった方がいいですね。まあ、低走行で古い分だったらまだいいのかなっていう感じ。まあ、やっぱりどれだけね、やっぱり年数経ってて、あと熱害にやられてるかっていうところもポイントかなと思いますけどね。で、新油を入れた後に圧送交換ですね。圧送交換1回目ですね。7リッターですね。まあ、色味としては、ま、結構黒いのかなっていう感じです。で、まあ、交換歴はどうなんでしょうね。あるんじゃないのかなっていう雰囲気もあるんですけどね。なんとも言えないとこです。まあ、ただ途中からこういった感じでね、赤みの方がね、出てきたかなっていう感じですね。で、ATF 交換、CVTF 交換とかでよく問い合わせがあるのが、なんか今調子が悪くて交換したら治りますかっていう問い合わせがね、未だによくありますけど、こればっかりはね、もうやってみないとね、わかんないっていうとこはね、ありますよね。あと、いきなりね、行ってもうできますかっていう問い合わせも非常に多いです。で、実際この辺になると、まあ、今回のこの車とかで例えて言うなら、ね、オイルパンが開かないんで、まあ、部品もいらないんで、ガスケットとかはあるんでですね、ただのね、オーリングじゃないですけど、アルミワッシャーみたいな、まあ、そういったのは持ってるんですけど、だからこの辺とかだったらパッとできるんですけど、まあ、そうじゃない車は基本的にね、オイルパン開けてストレーナーを変えてもらおうって思ってる方とかは、いきなりの問い合わせではやっぱりできないと。ね、やはり部品がないと。で、例えばじゃあ3日4日後ぐらいに、例えば土日があるとかっていうので、その日にしたいですって言われても、大体部品が間に合わないっていうね、まあ、ほとんどね、そんな感じなんで、すぐ指定系は結構厳しいかなっていうのはあります。で、次ですね、SOD1 ですね。こちらの方のね、充填の方をしていきます。で、一番左側ですね、SOD1 今入れてますね。で、入れ終わったら次はね、新油1リッター。まあ、この機械の後ろからね、吸わせるっていうやり方でやるとね、簡単に入れれますね。ジョーゴとか使ったりとかしてもね、結構なかなか入っていかないと思うし、あとね、密閉式だとまたそういうわけにもいかないっていう部分もね、ありますよね。で、あとね、油量調整ですね。こちらの方、最終的に油量を見て、で、ね、足すのか引くのかっていうとこですね。まあ、個人的には密閉型の方がもう抜くだけで終わるから、油量調整は超簡単かなって思いますけどね、慣れれば。ゲージの方がもうむしろ抜き差ししたりとかめんどくさいですね。うん。で、作業後と作業前ですね。このような感じで綺麗になってます。で、あとエアコンのフィルターですね。こちらの方も交換の方をしていきます。まあ、大体のことはね、やっておいて、ね、まあ、あとはオーナーさんがね、本当コストがかからないっていうところをコンセプトにね、制作してるっていうところですね。で、作業前吹き出し口温度は 8.9 度ですね。よく冷えてます。で、こっからね、規定量 750g。で、390入ってて、まあ、360少ないっていうことで、まあ、大体約半分かなっていうところ。まあ、通常であればやっぱりね、規定量に対して少ないことの方が圧倒的に多いんですけど、この前、ステップワゴンですね、エアコンメンテナンスをしましたけど、まあ、その分の動画を見ていただいた方はわかると思うんですけどね、まあ、かなりの量入ってましたね。だからまあ、暑い夏に炎天下の中でね、走ってたら圧力が上がりすぎて止まるって、まあ、それは止まりますよねっていうところですよね。だからまあそういったのもありますので、エアコンのガスっていうのはやっぱりね、量も大事です。入れすぎればいいっていうもんじゃないです。いっぱい入っときゃ効くわけでもないっていうとこですよね。まあアイドリングだけに限定して言えば、それは多分いっぱい入れたら効くようになるかもしれないですけどね。でまあこちらですね、今配管内の洗浄、フラッシングですね。まあ、こうすることで配管の中に入って、液化したガスを入れて、古いコンプレッサーオイルですね、そちらの方を出して、
で、あとね、まあ、詰まりとかがあれば、まあ、それも取れたりすることもあります。で、この前のステップワゴンはハイブリッドのステップワゴンなんですけど、まあ、あれなんかで言うとね、まあ、継ぎ足しでどっかで入れてるらしいんですね。安いところで。だからそういったのを考えたときに、マニホールドゲージの使い回しっていう可能性もあるんで、そうなってくると PAG、POE のオイルが混ざるっていうね、こともあり得るんじゃないかなと思います。だからサムさんとこのこの機械でかでも、134で PAG と POE のホースっていうのは実は共用なんですよ。じゃあオイル混ざるんですかっていうと、実はこのフラッシングの機能があるんですけど、ホース内洗浄っていう、要は施工前にホースの中を洗浄するっていうコマンドがあるんですけど、要はこれはフラッシングと同じ原理ですね。それをやって、まあ、ホースの中をきれいに洗浄するっていう感じでね、やってます。で、そうすることで、まあ、作業するときに PAG、POE が混ざらないっていう風にね、やってます。で、なおかつね、サムさんとこは、ホースクリーニングは、こういった作業が終わった後はね、3回施工して、しっかりとね、ホース内を洗浄していると。まあ、1回でも取れるんですけど、どっちかっていうと、添加剤の方の残りカスをね、ちょっと取ってしまいたいっていうのがあるんで、まあ、しつこいぐらいにやってますね。で、フラッシングが終わったら、真ん中にね、コンプレッサーオイル、ね、廃油が出てきてます。で、新油のコンプレッサーオイルですね、このような形で充填していってます。やっぱりね、劣化していくと、ああいう感じで、色味もね、黄色くなって、ね、もっとひどくなると茶色くなってみたいな。そして、エアコンガス充填していきますね。で、こちらの方を充填して、まあ、あと添加剤、そして作業後の吹き出し口っていう流れになります。まあ、結構ね、このサムさん動画はね、皆さん聞く系動画でね、なんかもう動画なのかラジオなのかちょっとわかんない感じになってるんですけど、まあそういう人多いみたいですね。まあそれはそれでいいんじゃないかなって思います。ですんでね、まあ面白おかしくやれれば、まあさらにいいのかなっていうとこですけどね。そしてこちら添加剤の方を充填して、左上のね、数字が0になったら充填完了ですね。で、今度ですね、こちらね、吹き出し口温度、作業が終わりました。で、5.6 度ですね。最初よりね、冷えるようになったんじゃないのかなと思いますね。で、次です。ホイールの清掃ですね。結構錆びくれてますね。まあ、これがね、まあ、どう綺麗になるのかっていうところです。で、まずはね、水でかけて、そして、今度洗剤ですね。油汚れとかを取っていきます。ね、まあ、リテーリングブラシっていうやつは持ってないんで、ね、普通に台所用スポンジでね、代わりにやってますけどね。で、こちらの方を洗ったら、ね、鉄粉取り剤をかけて、泡コーティングですね。で、まあ、その間にね、こういった感じでもう一枚を洗っていくと。で、そうする間に、右側のホイールの方の泡の色が紫色になっていったりするっていう感じですね。で、こういう感じでまた泡でコーティングしてみたいな感じです。どうでしょうか。まあ、こういった感じで、結構汚いのがね、出てるんじゃないのかなと思いますね。これやっぱ張り付いてるね、鉄粉がありますので、これがあるとね、どうしてもホイールがね、やっぱ傷むんで、刺さってる鉄粉はもう取ってやると。特に攻撃力の強いパッドが付いてるような車は、まあそういった傾向にあります。で、清掃後はこのような感じですね。だからこれでも取れないときは、またさらに強力な薬剤があるんですけど、まあ値段も高いし、まあ滅多に使うことはないかなっていう感じですね。で、車の方ですね。こちらの方を磨いていきます。まあ、オーナーさんがね、一応なんかコーティングに出したって言ってましたんで、もしかしたらまた磨きが入ってるかもしれないですね。まあ、サムさんとこのね、磨きはあくまでも簡易的な磨きです。要は磨き屋さんがやるような磨きとはまた違うんですよね。だからまあ、その辺の差はね、あると思います。まあ、でもね、まあ、しっかりとこういう風に磨いてね、引き渡し前には綺麗にするっていう感じです。まあね、磨き屋さんの磨きがね、できないかっていうとできるんですけど、もちろんね、手間も時間もかかるんで、当然そうなってくるとちょっと費用の方が、みたいなね、感じになりますよね。一応この辺はもうサービスでやってるような感じなんでですね。まあ、内容によってはやっぱりこうね、やり方が変われば、まあ費用がかかることもあるんじゃないかなと。だから磨き屋さんの磨きやると結構大変ですもんね。だから塗装した時のね、磨きとかはペーパー面を消すんで、結構がっつりと磨き込むんですけどね。だからそういう磨き方をすれば、例えばこの車でもね、線傷とかがあればそういったのも全部消してしまうみたいな、まあそういうこともできるんじゃないかなと思います。で、ワックスの方をかけて、そして出来上がった感じが、まあこのようなね、感じになってますね。まあ、これで生型、綺麗になってるんじゃないかなと思います。まあまだね、この後コーティングをね、まあ出したっていうことなんで、さらに綺麗になってるんじゃないのかなと思われますけどね。まあ、それでもね、見た感じは、まあ、このような感じで、ね、綺麗になってるんじゃないかなと思いますね。ちょっとピント合ってないですね。まあ、こういう感じですね。で、こちらのね、磨きの方が終わったら、今度内装の方ですね。で、まあ、掃除機、そして内装のね、パネルのね、まあ、
傷消し兼ツヤ出しみたいなね感じですね、まあ、そういった作業をやってます。まあ、そうすることでね、まあ見た目がだいぶ良くなるんじゃないのかなと思いますね。まあ、結構ミニバンはね掃除するの大変ですもんね、車でかいんで。そして次ですね、ガラスの磨きですね。まあ鱗、まあ思ったほどめっちゃついてるわけではないけど、まあそれでもねこの磨きの方をやると全然やっぱり変わりますからね。全然なんかこうもっと鏡みたいな感じになるっていうんですかね。そういった感じのイメージにはなります。で、これでね、車の方も磨いて綺麗に仕上げると。前ね、よそで車買った人が持ってきた車があって、ヘッドライトがめっちゃ黄ばんでたんですよね。で、車を買うときにね、その黄ばみを消して納車してくれって言ったらしてなかったみたいな、落ちなかったですみたいなね。なんちゃらモーターっていうとこやったらしいんですけどね、まあそういうことですよね。まあサムさんのとこはね、できるだけしっかりとっていうとこをコンセプトにやってるんで、まあこういった感じでね、まあ綺麗に仕上げてます。いかがなものでしょうかっていうとこですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、だいぶ水垢は切れてます。そしてこちらデジタルインナーミラーですね。こちらもねちょっとサービスでもう今回ね差し上げるっていう感じでね作業の方もさせていただきます。おそらくもう車買ったらつけてくださいって言われるんじゃないかなっていう風に思ってたんで、もうこれぐらいやったらもうサービスしちゃえみたいな感じのノリで、まあ、サービスするようにしました。まあですんでね、最近のデジタルインナーミラーはね、海外製とかでも、ね、画質は綺麗ですね。まあ、耐久性がどこまであるかは正直わかんないですけどね。で、こちらのオーナーさんが、あとはね、スイフトを注文してるスイフトがいつ来るのかっていうのが楽しみですよね。それが来たらね、一緒にサーキットも走りたいなっていうのはね、ありますね。で、こちらですね、こうやって、まあ配線通しを通していって、パーツグリーナーをね、かけてやることで結構滑りが良くなりますんで、ね、そうしてやって、でもね、こういう風にあと通していくみたいな感じですね。まあこういう面倒な作業もやり慣れるとね、もうそうでもないんですけどね。でも電装系はやっぱり時間かかるんで、まあデジタルミラーぐらいだけならね、まだいいんですけど、ナビからなんから全部すると結構暇かかりますからね。で、こちらですね、こういった感じで、まあついて、ね、今天井が映ってますね。多分リアゲートがね、どこが上に開いてるんじゃないかな。で、リアゲートの方側のカメラですね。まあこういった感じで装着されてます。で、画面もね、前とか後ろとか、まあそういったのも映るようになってます。で、こちらのね、まあドライブレコーダー2カメラ&デジタルインナーミラーの取り付けが終わったら、電池交換ですね。まあこれもね、しっかりと変えると、この前のね、Z がね、電池交換するの忘れてて、で、持ってきてもらってね、まあ来た時に交換したんですけど、電池が今度ほら、こういうスマートキーの電池じゃないんですよね。Z は普通のメカキーの電池なんで、電池がね、なかったんですよ。で、もういつのかわかんない新品の電池があって、それつけて動くのは動いたんですけど、まあ電池はね、もう変えといた方がいいかもしれないですね、また。でとりあえずなんかあるもの全部の電池は交換。なんかのよくわかんないリモコン。これ何のリモコンなんですかね。よくわかんないですけど、これも交換して。そしてね、車が来た時がこんな感じ。距離は走ってないですね、やっぱり。で、燃料がこんな感じです。もうバカ野郎って感じですね。で、燃料も満タンにして、まあこれでね、バッチリですね。で、最後、フィニッシュはサムステッカーですね。まあ、結構ね、このステッカー、遠方の方もね、やっぱりメールで売ってくださいっていう問い合わせが来るんで、まあそういう問い合わせが来れば、まあ一応対応はしてます。で、あとこちらですね、サム公認の印ですね。公認マークは車買った方にしかないんで、この印鑑マークが欲しい場合は公認がないバージョンになります。ちなみにね、まあ、そういった感じですね。で、これでサム印鑑 OK です。はい、皆さん今日のね、サムチャンネルいかがでしたか。こちらのエリシオンの納車準備でした。で、もう最近ね、仕事がスペシャルに忙しくて、まあ予約の仕事、そしてまあね、定期メンテ系のお客さんの仕事、そして納車関係ですね、ちょっと車がバタバタっと売れちゃった関係もあって、まあ、非常に忙しいという感じです。で、自社の、ね、在庫で製作するっていう車も何台か買ってきてるんですけども、全然やる暇がないっていう感じですね。で、こちらの車もね、てんこ盛り作業しました。もう毎回言ってます、購入後のコストパフォーマンスを非常に、ね、良くするっていうのをコンセプトにやってますので、最初は高いかもしれません。でも買った後の、ね、メンテナンスっていうのは基本的にもうオイルだけを変えていく、で、距離が飛んだら、まあ、他のメンテナンスをするみたいな感じなんで、まあね、最初にやっておけば中古でも安心して乗れるんじゃないかなと思います。で、やった内容ですね、まずエンジンフラッシングスライチナイザーですね、エンジンの中をきれいにして、で、AT ですね、こっちは CVT なのかなと思ったら AT なんですね。まだ年式的なものなのかなっていうところです。で、オイルパンが開けれないんで普通に交換をすると。で、意外に綺麗でした。多分ね、この車ちゃんとメンテナンスしてる系の車ですね。
バッテリーも変えたんですけど、もともとはまってたバッテリーがあんまり古くなかったんで、これはまたうちの方でね、外したバッテリーは持っとけばなんか使い道があるかもしれないですね。で、あとはエアコンメンテナンスですね。そちらの方をして、配管の中洗浄して、まあ、汚れとかを取ってコンプレッサーオイルを出して、で、芯油の方も入れてガス満タンにしてるっていうね、添加剤も入れてるんで、まあ、燃費も良くなるんじゃないかなというとこです。で、あと水回りですね。ウォーターポンプ、サーモスタット、ラジエーターのキャップで、ドレーンのね、パッキンで、あとスーパー LLC ですね、こちらの方を入れてますので、まあ、水回りもね、で、あとついでにその時に補給ベルトですね、そちらの方も交換してるので、まあ10万キロぐらいは変えなくていいんで、まあ多分オーナーさんが乗ってる間にね、もう水回り触ることないんじゃないかなと思います。まあ、水ぐらいは1回ぐらい変えるかもしれないですけどね。で、あとプラグですね、長寿命10万キロのプラグをつけてますので、こちらもね、またしばらく大丈夫じゃないかなと思います。で、あとライトですね、LED バルブに変えてます。まあ HID の LED バルブっていうのが今出てます。で、そちらね、ライトはね、ちゃんとしたメーカーつけないと光が飛び散って、車検通んないとかあるんで、安く売ってるやつは危ないんでですね。あと、まあフォグは特にそういった規定はないんですけど、結構光が飛び散って、フォグのくせに眩しいみたいな、対向車が眩しいみたいな、そういったこともありますので、ご注意をっていうところです。まあですんでね、まあこちらの方はサービスでさせていただいてます。で、あとバッテリーの交換もね、サービスでしてます。で、あとは何をしましたかね。まあ車磨いたり、そしてあとガラスですね、鱗取り。まあやっぱ車でかいんでね、大変なんで、今回はね、でっかい方のね、バフとギアアクション、そしてガラス用のコンパウンドを使って綺麗にね、仕上げてます。で、あとデジタルインナーメラーですね、こちらの方もつけました。こちらもね、もうサービスでさせていただいてますんでっていうところですね。で、あとはまあ普通通り清掃したりとかね、あと板金ですね。車が来た時にやっぱりね、まあちょっと傷があったりとかもありました。全部の傷を消すっていうのは不可能なんで、特にひどいところを厳選してしました。まあ、ですんで、このリップスポイラー、リップスポイラーっていうか、これあれなんですね、リップかと思ってたら、フルバンパーでリップっぽい形状をしたフルバンパーみたいな感じです。まあ、ですんで、ここの左のフォグ周辺とかボコボコになってたんですけど、そこを修繕して、まあ、ついでにこっち擦ってたのも修繕してっていう感じでね、やってます。で、あとリアゲートのナンバーのポケットがついているところを、パネルですね、が角がやられてたんで、そちらの方を修繕してるという感じでね、やってます。まあ、あとはね、磨いてちっちゃい傷は消してますけど、やっぱりちょっと削ってしまってるとことかがちょこちょこあるんですけども、そこはご了承いただければっていうところですね。まあ、あとはね、ローターの方を削ったりとかして、まあ、そちらの方のメンテナンスもしっかりとしてっていうところですね。まあ、あとちょっと項目がいっぱいやってるんでね、なんかもしかしたら言い忘れてるのがあるかもしれないんですけど、本当ね、購入後のコスパを良くするっていうのを最大のコンセプトにして制作させていただきました。で、あと燃料、ね、こちらは新車、中古車問わずに必ずね、満タンにして納品させていただいてますので、ね、購入後もすぐね、走ったらガス欠するなんていうのが、まあ、巷じゃね、あるとこもあるらしいんですよね。で、サムさんのとことかもね、オークションで買ってくると大体空っ欠、もう抜いてると思うんですよね。燃料ランプがつくまで抜いてるんじゃないかなと思います。で、ね、新車を買ってきても大体空っ欠、ね、ランプがついてるみたいなね、感じで、もうひどい話ですね。サムさんみたいな零細企業ですら満タンにして納品するというのに、大手企業はそれをしないっていうね、まあ、そこがコストカットになって、まあ、そういったのが積もっていけばまた違うのかもしれないんですけど、やはり買われることのね、買った方のことも考えてね、燃料も満タンになってるんだっていうのでね、まあ、見ていただければ。だから買う方が例えば中古車で並んでるものを見て高い、だから買わないっていうんだったら、まあ、そういう人はもういいかなって感じですね。中身まで見て、あ、ここまでやってるんだったらこの金額ならかえって安いよねって言ってくれる方が買っていただければね、非常にこちらとしても嬉しいんじゃないかなというところはあります。まあ、とりあえずね、今回はこちらのエリシオンの、まあ、納品準備、納車準備ですね、そちらの方をしました。で、あとサムさんのとこは新車の販売、中古車販売、そして自動車買い取りですね、そちらの方もやってますので、ね、興味のある方、ね、買い取りとかの興味があるっていう方は、ね、だからまあサムさんのところで車を買いたい、じゃあ今の車をいくらで下取ってもらいたいのかっていうね、いくらで下取ってくれるかかな、まあ、そういった感じの問い合わせとかも、まあ、公式の LINE アットをですね、説明欄の方に貼ってますので、まあ、興味のある方とか、まあ、なんとなくでもいいんでね、聞いていただくっていう方はそれでも構いませんので、問い合わせいただければというところです。ではね、こちらのエディションの納品準備は完了しましたので、あとは納車するだけですね。では次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。